ジャック・ニコラス・オーギュスタン・ティエリは、フランスブロワ出身の歴史家、ジャーナリスト。日本語では、ティエリーとも表記する。同国出身の歴史家、ジュール・ミシュレと並んで、フランスロマン主義の歴史家を代表する存在で、フランソワ・オーギュスト・ミニエ、アドルフ・ティエール、プロスペル・ド・バラントラと並んで、フランス復興王政時代に活躍した気鋭の歴史家としても名高い。 また兄も歴史家のアメデ・シモンド・ドミニク・ティエリである。主に、フランス史やメロビング町の歴史研究で名高く、1833年に表された主張、メロビング王朝氏は、日本でもフランス文学者の小島テルマサによって翻訳され、岩波書店から出版されている。1795年5月10日、フランス第一共和制時代のブロワに生まれる。 1811年にエコールノルマルに入学する。1813年には芸術の学士号と芸術科学の学士号を習得し、コンピエーニュで人文科学を教える教授となったが、すぐパリに戻った。エコールノルマル在学中に、同国出身の思想家、アンリドサンシモンの社会主義思想に傾倒し、サンシモンの秘書を務める傍ら自由主義派の新聞を、 執筆するジャーナリストとして働いた。フランス復興制の反動化に伴って歴史学に専念するようになる。1825年にはノルマン人によるイギリス征服を発表し体系的な叙述と精神彩りある文体で脚光を浴びた。1827年にフランス史への公開状を表して文献学派に抗議した。なお、この頃より 同国出身の政治家、フランソワ・ピエール・ギオーム・ニ像ゾーが提唱した自由主義を支援するようになり、フランス7月革命の推進力を与えた。1830年7月に起きたフランス7月革命後、一時政府に登用されたが1832年には、自身の書斎に戻ってそれ以来歴史の研究に没頭した。1833年に、主張。 メロビング王朝詩話を表す。なお、西洋史学者の金沢誠は、メロビング王朝詩話を、フランス国民の筆読書と述べている。1840年に、フランス史に関するいくつかの考察を表し、1850年には、第三身分の歴史に関する指論を表した。1856年5月22日、フランスのパリで亡くなる。遺体は、 モンパルナス墓地に埋葬された。ありがとうございます。